山沢タガープラザ店のにお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。今からですね、令和新選組、公認候補三藤部東馬、の街頭演説させていただきます。選挙戦最終日、最後のお願いとなっております。ぜひ皆様ですね、チラシなどをお受け取りになってお声掛けいただきまして、三藤部東馬にですね、ぜひ皆様のお声届けてください。はい、やります。令和新選組は積極財政、力強く訴えております。消費税は廃止、インボイスは撤回、皆様のお手元にお金が行き渡る本当の経済政策を、積極財政を訴えております。30年続く失われた政治で必要なのは増税ではございません。まずは減税、間違いなく減税が必要です。当たり前なんです。不況が続いている中で減税は当たり前なんです。諸外国どの国も実施しております。まずは消費税の廃止、インボイスも撤回、今不況に苦しむ中小企業、皆様の生活を救ってこその経済政策でございます。お車の中からご声援ありがとうございます。ぜひですね、三藤部東馬本人来ておりますので、お声掛けいただきまして、最後のお声ですね、いただければ本当に助かります。はい、この後ですね、また、鶴岡、はい、応援です、入ります。お待ちください。今よ、私の推しの政党のよ。はい、皆様、山沢サガエプラザ店の皆様、それからイエローハットの皆様、セリア、あとは、はい、皆様お買い物中すいません。本日衆議院選挙の最終日となっております。最後のお伝えをさせていただきます。令和新選組の三藤部東馬でございます。皆さん、今の政治いかがですか。裏金議員にも公認候補者と同じように2000万円渡ってましたって最近ニュースがありましたけど、皆さんそのニュース聞いてどうですか。もうこれほどまでにずれた感覚の政治が行われてるっていう、もうすっと象徴だと思います。まさに今だけ、金だけ、自分たちだけのための政治が行われてるってきたためにですね、この30年不況が続いてきました。不況不況不況、なんで不況が続いてるかって、これは政治がダメだからです。政治がダメだからアベノミクスとかなんとか言いながら、何のやったふりしかしてなかったっていうのがこの日本の経済政策です。おかげで賃金が全然この日本だけ上がりません。他の先進諸国何やってるかって言ったら、もうシフトしてるんです。シフト、まさに次の段階に経済が進んでるんです。エネルギーを本当にその再エネにしたり、またケア労働、ケア雇用、ケア労働にしっかりと予算を投じて、まさに介護職であったら10万円お金高いんです。月10万円ドイツとかその EU 諸国では介護職の給料、例えばこっちで15万円だったら向こうは25万円だったりするんです。10万円高いんです。それから教育費、こんなローンでその奨学金払わせるみたいな、こんな国は日本しかありません。大学院まで無償、当たり前なんです。教育をかけない、教育にお金かけないできた。で、被災地に至ってもお金かけないから雑魚寝でみんな避難しちゃって、そこで災害関連死なんてことになっちゃう。災害関連死なんて言葉は先進諸国にはありません。なんで避難してるのにそこで亡くならなきゃいけないんですか。それをドケチなんです。ちゃんとそういうところにお金かけなきゃいけない。そして山形では農業です。農業、皆さん未来に希望ありますか。農業希望を作るにはしっかりお金かけなきゃいけないんです。令和新選組は今2兆円なんですけど、それを4兆円にする。しっかりと次の世代が農業を継げるようにする、そういう政策を掲げております。
皆さん、今だけ金だけ自分たちだけとかって言ってる政治を皆さんの一票で変えてください。伊藤部東馬さんはこの佐賀江で中学校の英語の先生でした。そして大石田町議として5年間現場の雪の対策、その本当にいろんなですね問題をいろいろ議会で論じてきた、そういう現場をよく知る当事者です。そういう人を国会に送ってください。そうしないといつまでたっても世襲だなんだこういうもんだああいうもんだっていう政治が続いてしまいます。それでは未来は全く良くなりません。ぜひ皆さん新しい選択肢としてこの令和新選組山本太郎を筆頭にまさに国会に風穴を開け続けてきたのが令和新選組です。全く新しい発想、きちんと目標が見えた政策を掲げて一生懸命取り組んでいます。ぜひこの伊藤部東馬さん令和新選組の国会議員として山形から送っていただきたいんです。山形の皆さんが抱えているいろんな問題、彼を通じて国会でガンガン追及してもらおうじゃありませんか。どうかどうかよろしくお願い申し上げます。私は鶴岡市から駆けつけました草島と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、はい、ありがとうございます。お待たせいたしました、伊藤部東馬ご本人から、最後のこちらでの演説をしていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ただいま力強い応援の言葉をいただきました令和新選組伊藤部東馬、伊藤部東馬でございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ここ堺市は、教員時代愉快のある地でございます。教員時代ですね、愉快のあるここ堺市の方で最後のお願い、最後のお願いに、参りました。どうぞよろしくお願いいたします。選挙戦最終日となりました。堺市の方で最後のお願いをさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。私、令和新選組 山形県大石田町の伊藤部東馬、伊藤部東馬と申します。大石田町で町議会議員として約5年やってまいりました。これまで子育て支援、若者の移住定住の支援、雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、雪つくところは財政の問題でございました。地方自治体は財政難、一方で自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体ではありませんでしょうか。一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、年間の婚姻件数も4件から5件となりました。町に子どもたちの声が聞こえない、三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあります。人口の減少、少子化、生活の不安定さが根底にあります。どうすればいいか、失われた30年を取り戻す経済政策、これが急務です。皆さんを苦しめている消費税をまず廃止にする。消費税を廃止にしても皆さんの社会保障にはほとんど影響がありません。そして事業者を苦しめているインボイスの撤回、社会保険料の減免、年金は底上げ、地方に住む方々の特に夏と冬生活を支える季節ごとの現金給付、令和新選組訴えております。さらには最低賃金の全国一律化1500円、全国どこに住んでても最低限の暮らしができる本物の地方創生を目指していきます。この地方の危機的状況、壊滅的な少子化、人口減少、政治で変えることができます。政治でいくらでも変えることができます。政治でここまでぶっ壊されてきた
国、そして地方であれば政治で変えることができます。令和新選組に皆さんどうかお力をお貸しください。令和新選組にどうかお力をお貸しいただければと思います。選挙戦最終日、まだまだ皆さんのお力添えが必要です。二等兵東馬でございます。投票用紙には二等兵東馬とぜひお書きください。そして投票用紙ですね、今回2枚あります。2枚目は令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。どうぞよろしくお願いいたします。失われた30年を取り戻す経済政策、令和新選組がそれをやります。裏金自民党には不可能です。ここまで地方をぶっ壊してきた裏金自民党には不可能。そして与党なのか野党なのかよくわからない政党にも不可能。国民を救わない、地方を救わない、予算に反対すらできない国民民主党、あれは野党ではありません。本気で戦う野党は令和新選組だけです。東北にこそ積極財政、山本太郎と二等兵東馬が先頭に立ちます。どうぞ皆さん最後の最後まで応援よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。